リカプーちゃんおすすめじゃがりこでポテトサラダを作ってみよう。じゃがりこでポテトサラダ食べたことあります？ないねばよ、これだけねばか、材料はそう、これだけ、もうお湯とじゃがりこ本体だけ、それだけねば、うん、そう、それだけねば、ちょっとやってみてほしいねばね、はい、お湯を入れて、カップラーメン作ってるみたいだね。半分も入れないんだけど、ちょこっとだけ、ちょっとだけ3分の1ぐらい、3分のこれぐらい入れて、3分のこれぐらいじゃ分かんないねばよ、いかんぼちゃん。そうなんだね。あー、なんかカップ焼きそばみたいねば。そうそうそう。で、ちょっとふやけちゃう、ふやけたじゃがりこに半分ぐらい、はいね、今度は半分、そう、2分の1、この大きいじゃがりこっていう文字の下ぐらいまでお湯入れて、はいね、待ちます。それだけ、はい、これで終わり、それだけ、おちまい、おちまい、おちまい。これはカロリー気にしてなかったらこれやんなくていいねばか。そう、カロリー気にしてない人はもう出来上がった後にマヨネーズとかうわって入れて入れちゃえばいいの。そう、じゃあ今のこの注ぐのも別にやんなくていいねばか。もやんなくてもいい、いきなり半分お湯入れてそう、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこ、じゃあちょっと開けてみます。あ、いい感じ、ほら、あ、ほんとだ、そう、びっくり、上の方はでもサクサク、あ、美味しそうねばね。もうじゃがりこの会社もこの形にしないでもこれ出しちゃえばいいんじゃないの。普通に食べてる親のお母さんが作ったポテトサラダがもしかしたらじゃがりこかもしれない。やめてよそんな、これ子供が作ってみて、あ、これうちのお母さんが作ってんのと同じだってなったら、ぎょえーねばよ。できた、じゃあ食べてみるね、まず、はいねば。じゃあまず1個目に作ったたらこバターのポテトサラダ、熱いね、うん、うん、おいしい、おいしい、出ました、うれしいねば。たらこバター一番大好きで、食べてみる、もういい、先にじゃあたらこバター、うん、たらこバター、カプーちゃんも絶対にいいお母さんになれるねば。毎日これ子供に差し上げよう。最高、最高、最高においしいポテトサラダ作れるお母さんになれるねばよ。お湯入れるだけ、めっちゃおいしいねば。これ普通にポテトサラダの会社ビビっちゃうねばよ、こんなおいしいの出たら。じゃあ次、サラダ味、うん、うん、ちょっと固めにしたからじゃがりこのまだちょっと硬さが残ってて、じゃがりこの良さも入ってんの、うん、ちょっと食べたい、食べたい、ね、どう、最高に美味しい、イカプーちゃん最高にお嫁さんになれるねばよ。おいしい、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 おいしい。衝撃なのはポテトサラダがこんなに簡単に作れちゃう。そう、なんか初めから作っちゃうとじゃがいもをこう茹でて、そうね、やっぱ潰してとかいろいろあるけど大変なんだけど、もう味ついちゃってるからね、お湯を入れるだけですからね。あなたもじゃがりこでいい奥さん、いいお母さんになりますよ。ぜひじゃがりこのポテトサラダ作ってねばよ。登録してねば。